こんにちは、コーチングアーツです。さあ、源流と体系化、その源流のね、我々人間史ですよ。あくまで人類史の中の源流であり、この運動学なんかでもね、一番エッセンスだったり、そのルーツとして挙げているのが西洋の世界、欧州西洋の世界ですから、まあそこになるわけですけどね。この源流、はい、一つの源流として今申し上げました、欧州、言い方を変えさせてください、はい、一つのこの身体修練の主題として運用し始めた地域、人間の歴史の中でそれを源流とお話ししてますよ。その場としての地中海を改めて、私毎回歴史を話しますけど、あまりにも影響が大きいから、そんな古代の古い世界じゃなくて今に行きますから、そういう風に掘り起こしてます。で、運動学ももちろんそこからの話がほとんどですから重ねて言うわけですけど、地中海世界、そこに思いをまず皆さんと馳せたいと思います。なぜこのように原曲化して言ったか、地中海世界と言ったかっていうと、それ以外の世界も実はものすごく大きい。地中海世界ってね、世界地図から見たら地中海って世界ってこんなもんじゃないですか。世界へのその影響を考えると とてもそれは大きいんだけど、地域性とかね、その面積で言ったらユーラシア全体、アフリカも入れたら、まあこんなもんですよね。そこをまずね、きっちり日本人としてはオリエントしたいわけです。その定義したいわけですね。他地域を挙げた意味でわざと言ってます。地中海世界をに思い合わせましょう、原点として。特にそこは古代ギリシャです。当たり前ですけどね、古代ギリシャのその身体修練の象徴、表現の場、はい、そのまま古代オリンピックでございます、ね、近代オリンピックといったってまだ100年、ね、この時代を思い起こしてくださいよ。古代オリンピック歴史1000年、ね、その中に4年に1回というリズムは一度も書いてないというお話でございます。誰も見聞きしたわけじゃないから文献を信じるだけなんですけど、 BC の776年、西暦ですね、西暦以前ですね、西暦以前、BC ビフォーセンチュリーの776、紀元前776年から紀元393年まで、ほぼ1000年間、第1回から第293回という一応記録で、紹介していきましょう。この時代ですよ。この時代にあの動き、この動きが始まったわけです。源流ですよね。特に古代ギリシャでそういったオリンピックで問われるような、競争されるような、種目、今でいう種目ですけどね、運動形態が修練された場、青少年教育の場ですよね、ギムナションと言われております、うん、まあ、それをね、文献調べがたくさん出てきますけど、皆さんはまずどこに誘いたいかというと、その場、始まった古代へ、ね、思いを馳せていただきたいということでご紹介しております。当然ここにおいては、これ修練って私どっちもハマると思うんですよ。漢字書きましたけど、習い練り、そして納め練り、ね、共に修練対象でいいと思います。修練対象、または修練したものを競う対象としての運動形態が体系化されていった、まさに源流でございます。そうですよね、そっくりそのまま、それは近代スポーツ、現代の我々に紐づく体育科教育、身体教育、そんなものにの全ての源流な、原型になってます。源流であり、今の原型を見るわけでございます。はい、今となってはどうですか、ニュースポーツとかっていう形でいろいろね、ゲーム形式にいろんなこう、スポーツというのか体育というのか、いろんな運動形態が生まれてきてますね。そんなものも含めて原型がここに存在しますよね。我々日本人も大きくここには影響を受けてます。当然明治維新以降が主ですけどね。だからこそ、その近代教育における体育論、スポーツ論っていうところはどうしたってこの話が主軸にならざるを得ないですし、旧来のスポーツ体育史なんてほとんどここに帰ることが多いじゃないですか。当然運動学のことなしなんで、重ねて源流として共有させてもらっています。
具体的に何があるかっていうと、ここちょっと僕ちょっとうるさい方なんですけど、まあ言えば歩く、走る、飛ぶ、まあ、申し上げた通り登る、うん、移動行為ですね。この移動行為の中でどこで重要かってやっぱりね、歩なんですよ。歩くということ、走ればそうだけど、さすがにマラソンといったって40キロ、今で流行り、今流行りのウルトラマラソン、スーパーマラソンありますよね。3日3晩寝ないでレースする、まあそういうのもありますけど、そんなのは常時じゃないじゃないですか。言ったら超超人の世界だから、そこまで行かないにしてもやっぱり走らないにしても歩き、この移動距離、移動速度っていうのは非常にね、古代から重要視されてます。人間の体力を測る上で歩数、もっと言うと移動距離、何キロ何時間で行けるかみたいな、日が暮れるまでにどれぐらい進めるかっていうようなことってものすごく基準になり続けてるんですね。歩くって、歩くは基本だなんて言いますけど、もちろん古代からそうでもないです。唯一の馬をまたはそこから来る馬車を安定的に利用できる以前は全てが歩きでございますから。一つ例を挙げましょう。まあ現代的な例と重ねますけど、これ分かりやすい、移動力が勝負ってやっぱり陸軍ですね、はい、移動力が勝負って陸軍だ。普通の部隊と特殊部隊って何が違うかっていうと、同じ時間のあたり、同じ時間あたりですよ、担ぐ荷物と移動、ね、対時間あたりの移動量の距離、可能な移動距離、これが一つ普通の部隊と陸軍と特殊部隊と分ける大きな線なんですよ。だからこそ今でもそうですよ、もちろん世界の特殊部隊もそう、日本のね、千葉の習志野の空挺レンジャーもそう、移動距離を上げるためにね、行軍って必ずやるでしょ。重い30キロ以上のものを持って3日3晩移動してね、平均ね、1日あたりどれだけ移動できるかっていうのが普通部隊と特殊部隊の一つ大きな差ですよね。それをサバイバルって言うじゃないですか。当たり前ですよね。だから古代からやはり移動能力を歩にね、乗せて人の体力を測るっていうのは、ずっとやられてたことでございます。まあ一つ雑則でございますよ。そして、泳ぐダンス、そして弓術、弓、剣術、槍で槍術、馬術なんていうのは、まあ、古代の一つの、武芸18般になぞらえることが、並べることができるわけです。もう一つ、まあ、もう二つあるかな、僕は本に対するこだわりと、あとは水泳ですよね。もともと人間が海洋動物だったとするならば、イルカのように、イルカが海に帰ったように、クジラが海に帰ったように、ね、水だって自由にできるはずなんだけど、卒業して長いからもう泳ぎの訓練しないと泳げない、うん、だから泳げる泳げないって、もちろんね、この子供の教育で水泳必ず、ま、学ばせるって、そういうことでもあるわけですよ。命を守る、どの場においてもいられる、陸なら 誰でも歩けるけど、泳げるかどうかっていうのはやっぱりずっと我々、哺乳類になってからね、両生類なら両生類だけど、非常に大事なポイントなんです。今でもそうですね、水泳能力、これ意外ですけど、もう軍隊の話ばっかりになっちゃいますけどね、日本の私の先生から聞いた話なんかご紹介すると、日本のこの武道の前身ってやっぱり愚足術なんですね。だから戦国時代含めて鎧をつけてどう戦えるかということが、ね、それを総称して防具をつけてる具足って言います。具足術って言うんですけど、具足術の肝ってどこに来るかってご存知ですかね。これ面白いですよ。決してあの葉っぱかける意味じゃなくてお話するんですけど、具足術の肝ってどこに来るかって、もうこの話で水泳なんですよ。鎧つけてやりやつや打つやつじゃないのかって言うんですけど、いやいやいや、溺れたら何もできないんで、まず溺れないかどうかっていうのが具足術の第一歩ってわけです。私はこれ聞いてね、こう目から鱗が128枚ぐらい落ちたんですけど、まあそういう意味で水っていうのは我々から遠遠くなってから、逆にそこへのその対応能力っていうのはずっと問われているということではあります、はい、日本だけと思いますでしょ。これ西洋でもそうなんだ。だって中世の騎士の世界見てください、の銀色のね、銀のこう鎧同じくつけるでしょ、うん、あれで川に落っこったら立ち上がれないですよ。もう即溺死じゃないですか。だから水に対する体制って、実は陸軍だろうが海軍であろうが、もちろん陸軍なんですね。
非常に重要な能力であり続けるっていうことなんですよ。面白いですよね。これが実態です、ね。もう一回、具足術は泳ぎから。これがまたね、意外と思ってか面白い話、興味ある方研究してみて、してみてください。続きます、ね、踊り、これダンスと書きましたけど、古代というのは舞踊というよりは舞踏ですね。足を打ち鳴らすということから、どうやら始まってる舞踏の世界、舞踊の世界、ダンスの世界、弓、剣、槍、馬とありますけどね、個人的に言わせていただくと、剣術より槍術ですね。槍ですよ、弓と槍、共に距離取るでしょ、相手と。弓は遠くからです、槍だったら近づかないじゃないですか。どうしたってやっぱり命のやり取りすると接近が怖いから、みんなね、その飛び道具使うんですよ。だから剣術っていうのは最後の最後だし、どちらかというと日本もそう、剣術って使われないです、弓と槍です基本は、その意味で言うと剣術よりは槍術の方が優位に来るべきなんですね、書き方として。これ西洋においてもそうですよ、地中海においても、剣は最後の最後、もっと言うと使わない、もう剣使うようになったらもうはっきり言って白衛戦ですよ、もう刺していく、一対一の生身の勝負ですよ、いうぐらいのことなんで、剣術より実は槍術の方が古来の、戦闘術においては、戦技においては非常に重要だということでもありますし、同時にもう一個言うと、そうであるならば馬が欠かせない、馬術なんですよ。ぜひね、西洋のこと書くならこの辺をね、ぐっと、書いていただきたいところでもあるんですよね。その史実になぞらえて申し上げてますけど、日本と西洋共通した部分、また違った部分、重ねてこんなことが修練、身体修練の対象として運用されてきます。発祥はやはり戦いから、もっと言うと生活から、労働からということになるんですけど、その辺のまとめはこの次のボードで、この次のボードね、いたしますが、それらが競争になるとどうですか。古代オリンピックの世界、短距離走、長距離走、そしてマラソンね、有名でしょ、マラソンの世界、幅跳び、障害走、いわゆる今でいうハードル走ですね、であったり、それがまとまって5種類あってペンタスロン、五種競技、でそれが10個になってデカスロン、十種競技、ね、この辺がいわゆる陸上競技として、まあこっちもあるか、円盤投げ、そして槍投げですよ。見てくださいよ、さっき槍って言いましたよね、槍投げなんですよ。剣投げとは言わんでしょ、剣投げとは言わんのですよ。やっぱり残るのは投石、投石は円盤とほぼ同義です。投石って一つの飛び道具でしょ、石投げちゃえって子供の昔の喧嘩、これ戦術だから、戦技だから投げるということ、それが円盤投げに残るし、槍投げみたいな、今ねジャベリンスローで残りますでしょ、だから近代スポーツって何度も原型は当然全部この時代にあるんですねということを忘れちゃならない、無関係じゃない、ここから見出されるヒント山ほどある、レスリング、ボクシング全部そうですね。はい、まず皆さんね、古代ギリシャの世界にね、いざないたい、そこからまた歩を進めながら現代にまた戻ってくる、そして人間社会においていかにして体が、または体を処した行為が、動きの形態が伝承対象として、学ぶ対象として運用されてきたか、それは現代にいたり体育とかスポーツとかっていうのがぐちゃぐちゃになりながら今進みゆくじゃないですか。一体次に何があるんだろうか見たいもんですね。運動学のその場にど真ん中にある体系でございますからね、はい、源流一つ共有できたかと思います。じゃあ今申し上げたことをまとめになりますが、その次のボードでこの辺をね、まとめて皆さんと共有しておきたいというのを次のボードでお話しします。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。